おはようございます。おはようございます。びっくりした。ちょっと待って、めっちゃ浅いんですよ。前髪がなかった。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。大阪、イエーイ。これは何してるんですか今。生写真にこれランダムで当たるんですよ。タオルにサインしたり、タオルにサインしたり、タオルにタイム、タオルにタイム。あれ、こんなの前ありましたっけ。いえ、今回が初の試みとなっています。だ、ね、イエーイ。ライブのアンコールのところで、なんとカプセルボールを投げるんですよ、うん、客席に向かってキャッチした方がこれをもらえます。非売品、イエーイ。メルカリに売らないでください。絶対売っちゃダメです。あの、面を覚えますからね。面って言わないの。絶対ダメ、絶対。ブルマイでも初めてですよね。はい、サイン入りなんか初めてですし、もうこれも自体も初めてです。ちゃんと直筆で書いてますね。大丈夫ですよ。あの、ゴーストライターで。大阪限定の。大阪に来た人が当たって嬉しいみたいな感じです。で、大阪用のコメントをちゃんと書いて。そうです、そうです。ぶっちゃけ何個にいくぐらいですか。ここだけの話ですよ。鬼滅です。なんか全員が前を向いている状況っていうのがすごい幸せで、なんかもっとこうしようとか言い合ったり盛り上げようと一人一人がすごい工夫して意見出したりしてて、すごい今の雰囲気好きだなって思うから、絶対に秋ツアーを超えるライブにしたいなって思ってます。グループの雰囲気がめっちゃ変わったなって思っていて、すごい意見がポン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 出てくるようになったんですよ、全員から。なんか今まではちょっとこう、メンバーの前に友達みたいな感じがあってなあなあになったところとかも、今回ツアーのリハーサルしてる中でここはこうな方がいいよとか、ここ間違ってたよとか、ちゃんと言い合える空気感になってるので、そこはグループとして一つ成長したんじゃないかなと思います。それって何ですか。多分向いてる方向がみんな一緒だからです。なんかこうやっぱり一番遠く抜けたってすごいなんか自分の中で大きいというか、多分みんなもそれを感じてて穴が開いてしまったじゃないけど、でもそれをなんかカバーしようじゃないけど、なんかそういうなんか気持ちが一つにまとまったなっていうのはすごい思います、6人になってから。何ですかそれは。おめでとうございます。なんだそのお弁当は。昨日はなんか大阪っぽい観光とかしたの。いや、時間が全然なかったです。あ、そっかそっか。ベタに大阪みたいな食ってない。たこ焼き食ったとか。たこ焼きはまだ食べてない。食べてない、はい、食べたい。今日たこ焼き食べたい。食べたいです。今からバイト展開に行きます。マスクがない今日から。やだ。今日から、はい、もうこの瞬間からマスクなしです。それでみんな気合い入れて顔つきてたんで。本当に恥ずかしい。どうしよう。やだ。初めてはやだ。そっか、みんなコロナになってからだから。初めて。お客さんとこうちゃんとマスクなしで話すの初めてですね。はい。でもお客さんはまだしないといけないんですけど。そうか。皆さんはどうですか。初めて顔面を見られながらの企画展開ですけど。そうですね。こうやって入ります。おはよう。こうやって喋ります。
やだ、本当にやだ。どうしよう。どうしよう。全然伸ばして。大丈夫かな。心配です。ちゃんと顔できてる。完成させたはずなんですけど、不安でいっぱいです。質問箱みたいな前物販に質問箱を設置してお客さんに帰ってもらって MC 中に取り上げるみたいな、なんかそういうやつを やるのは今までとは全然違うし、客数も増えてきたので大阪で見れるやつだったり名古屋でしか見れないやつだったりって、なんかそれぞれちゃんと違いがあるので、そこも見どころかなと思います。ユニットで歌を歌うことがあるので、一人一人の歌声をたくさん聴いてほしいことと、あと、ずっと永遠アイドルって永遠じゃないので、今あるスキー色をたくさん目に焼き付けて見てほしいです。見どころです。本当いろいろ変わったなって思ってて、それこそ最初で無観客でただカメラに向かってライブをするっていうのが、そのちょうど3年前の6月18日で、そっからやっとファンの人を入れてライブができたり、まあ最近に言うとファンデーションなくなったりマスクなしで展開ができたりっていう、コロナ前のアイドルにやっと戻ってきたなって思うけど、私たちは初めてだから初心じゃないけど、また新たに一歩スタートなのかなって思う部分もあったり、でも本当にずっとっていうのはないなと思ってて、それはいつかは終わりが来るし、でもその夢って誰が叶えたいんだったら私たちがやっぱり叶えたいから、4年目はそうです、本当に夢に近づきたいし、誰でもない私たちが夢を叶えていきたいなって。ありがとうございます。差し入れです。いやでも、タダで食えると思わないで、食レポをしていただきます。任せてくださいよ。でも、いやちょっと普通に食レポだとつまんないんで。うまっ。いやいや、関西弁で。うちは今からイクロンさんを食べるなり食べるなり、いただきます。パパです。食べて、食べてから言うと。パパです。いただきます。うん、パパです。おいしい。わあ。始まった。始まりました。これいただいていいんですか、ほんまに。
にユニバーサルスタジオジャパンが広がってます。いただきます。暑いかな。暑かった？うん。ちょうどよかった。
絶対使われないわ。